実はジャニオタ芸能人なのか、白石麻衣、安田さんの大ファンで安田ノアと名乗った。ツイッターのアカウントも流出。ただ当時から可愛かったため、関ジャニファンの中でもかなり有名だった。日本ダミー、キスマイ藤ヶ谷さんのファンで、ドラマで共演してから一緒にご飯を食べたりと、プライベートでも仲がいい。玉城って、推し名は嵐の桜井さん。部屋中に桜井さんのポスターを貼り、妄想するほどの熱烈なファン。以前共演した際には、桜井さんが MC だから出演したと発言し、ジャニーズファンを激怒させた。島崎春、TOKIO の永瀬さんが好きで、アンケートに書くぐらいファンと指原さんに爆破された。の、KAT-TUNの亀梨さんが大好きで、普段から亀梨さんのピンナップを持ち歩き、カメラ部と書いた靴があるほど、かなり熱烈な発表。吉田沙保里、ニュースの増田さんが好きで、ロンドンオリンピックでは、金メダルを取ったら、ハグをしてほしいとお願いし、見事金メダルを獲得し、増田さんにハグをしてもらった。7人目のジャニオタは、嵐が大好きで、以前アメトークでは、嵐のダンスを担当。嵐が活動休止してからは、なにわ男子のメンバー、大橋さんのファンになった。その人物はこれ。